はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。ただいままた実家におります。今回は私がジムに行き続けられる2つの理由について話しさせていただきたいと思います。ネット物販を継続して行う際にも共通して言えるファクター、要素がありますので、もしよろしければ最後までご成長いただければ幸いです。まず1つ目。 こちらの実家と自分の自宅のマンション、ちょうどその中間地点にジムがあり、かつそこを行き来するタイミングでジムに行かなければいけないっていう自分ルールを一個設けているからです。やっぱりジムだけ行って帰ってくるっていう行動も取れる人ならいいんですが、私前提として自分弱い人間だと思ってるんですよ。 ついだらけたくなるし、無気力になったり、なんか思ったように動けない時もあるし、まあとにかく言い訳をしたりして、何かから逃げようとする癖っていうのは、もしかしたらみんなそうなのかもしれないですけど、少なくとも自分はあるんです。よって、自分の中で逃れられない理由みたいなものが必要になってくるんですね。難しい方だとゲシュタルトって言うんですが、一連の動作に組み込むことによってジムに行くことができます。 もちろんジム行った後はめちゃめちゃ行ってよかったなって思うんですが、ジムに行ってケーブルマシーンに手をかけるまでは、もしくはスミスマシーンのラックに、こうにグッと体を入れ込んでスクワットをする直前まではめちゃめちゃ嫌です、正直。あの、楽しいなっていう気持ちももちろんあるんですけど、めんどくせえならとか、 きついなって思う気持ちも結構あります。そんな120%楽しんでジム行ってるかっていうとそういうわけじゃないんです。ただ結果がどういうものか分かってるっていうのがあるし、行った方が自分にとってもプラスになるっていうのも分かってるから行ってる面もあるんですね。そんなブレブレの自分がジムに行けるっていうのは生活動線上にジムがあり、自分がその前を通るたんびにそこに入ってかなきゃいけないっていうルールを設けて、 ててていいいるかからですすもももちろん設けていても行かない時もありますよ正直ただ、少なくとも、ルールを設けているからこそ70、70%ぐらいの確率で行くことができているので、前を通り過ぎた時は、ジムに継続して行けているというわけです。二つ目。 主に最近はツイッターなんですが、自分よりもはるかに筋トレしっかりしていて、食事コントロール、ダイエットコントロールもされていて、それこそ大会にも出ていらっしゃるような素晴らしい諸先輩方に自分なりに交流を している。そういった方たちと交流をしているっていうのがポイントです。先を進んでいるような方々の勇姿を拝見して、自分なりにリツイートを行ったり、引用リツイートを行ったり、いいねをすることによって、自分の勝手な思い込みなんですけど、その方たちに5センチ、もしくは5ミリ近づけるような感じがするんですね。結果的に、その人たちに見られてないんだけれども、見られてるっていう感覚になるんです。 これネット物販で言うと私積極的に勉強会を行ってるんですけど横のつながりを持って同じ悩みを持った人と話をするだけではなく自分よりも一回り二回りもネット物販先に進んでいる人たちと交流することによって士気が上がるのと同じような原理だと思うんですがそれが自分の場合は特にツイッターでリツイートを行ったりいいねを行ったりコメント書いたり場合によっては YouTube で同様のことを行ったりすることによって自分が近い 近づいてるだけなんだけどその人との距離感が少なくとも結果的に近づいてるのは確かなんで向こうが来てくれてるわけじゃないけれども自分が近づいたって距離感は縮まるわけですから面倒くせーな行きたくねえなってサボりたくなったらそういうマッチョな人とかですよねあの久野圭一さんとか勝手にツイッターの動画引用するのは失礼なので久野さんの情報をこちらの動画の下に貼らせていただきますステロイド俗乳ドーピングを全く行わずにナチュラルで体を仕上げられているフィジーカフィジーカアスリートの選手で尊敬 している方ですそういう人たちのご投稿や動画を拝見していやいやそんなこと言ってられんぞっていう風に自分を鼓舞することができるので結果的に多い時には週にジム10回とか。 行くことができているんじゃないかなと思います。一日二回とか、行っちゃったりする日もあるっていうことです。自分は一回ジム行ったら、一時間も二時間もいられないんですよ。だから、それこそ十分でも二十分でもいい、一種目でもいいから、一部位でもいいから、ちょっとでもやって、でそれでよしとしてで、それをひたすら繰り返すっていうような地味な作業を続けております。やっぱりですね。ネット物販の講師っていうのは、あまたいるけれども、ネット物販の講師の中で。 しっかりしたマッチョになってる方ってほとんどいないと思うんですよね。だから結局ネット物販の講師ってこの日本に例えば100人に1人いたとするそしたら1%の希少性しかないわけですよ。でもネット物販の講師でマッチョの人っていうのがやっぱりマッチョの人も100人に1人だとしたら100分の1かける100分の1で1万分の1の独自性を持つことができるんですよね。 なので、ネット物販の講師としてやってるんだけれども、それプラスアルファの要素として、マッチョですっていうことが、いろいろな面、やっぱり自分の体をしっかりと鍛えられてる人間の発言というのは信憑性があるだとか、そういった面も含めて自分の独自性、希少性を高め、結果的にこれが自分の 啓蒙って言ったらおこがましい話ですけれども、海外物販はいいですよねっていう発言一つ一つに対してもしっかりと腹に落としていただける方の数が増えるのではないかっていう根端も踏まえて自分はジムに行き続けています。最後までご清聴くださりありがとうございました。失礼いたします。